はい、さて今回は質問にお答えしますをお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来ました質問にお答えしていきたいと思います。生徒さんとかからですね、よく聞かれる、質問だったりしますので、気になる方も多いかなと思いますので、今回動画にしてみました。樹脂リードですね。もともとはですね、リードっていうのは剣ですね、このね、竹みたいなやつですよね。川沿いとかにですね、生えてるこう剣っていう足ですね、それをですね、天然の剣を使ってリードというのは長らく作られてきたんですけれども、最近ですね、技術の進歩で、樹脂製のものが出てきましてですね、そういったリードを使う人も増えてきていると思います。確かに質は上がってきてるんですけれども、ちょっと使い方注意しないと逆効果になってしまうことがありますので、そのあたりですね、詳しく解説したいと思います。このチャンネルはサックスが本気で上手くなりたい人のために、様々な情報を発信しています。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは本題いきたいと思いますけれども、コメント欄に来た質問を読ませていただきます。いつも楽しみに拝見してます。さて、樹脂製のリードってどうなんでしょう。より工業製品っぽくて外れがなさそうですが、音色が劣るんですかね、という質問ですね。ありがとうございます。結論から言うと、僕はですね、剣をおすすめします。で、僕自身、結構樹脂製のリードを使ってた時期があります。確か10年ぐらい前だったと思うんですけど、レジェールというリードが出てきてですね、それが出てきた時にすごい便利だなと思って使ってました。で、その同時期にですね、竹の繊維を使ったフォレストーンというものも出てきました。未だに両方あると思いますけれども、この2つがですね、樹脂製のリードで有名なんじゃないかなと思いますね。あとファイブラセルっていうやつがあって、僕はあんまり好みじゃなくて使ってなかったんですけど、音大のですね、先輩とか結構使ってました。あれはなんか、でもあれですよね、樹脂製というよりなんかリードとなんかを足したような感じじゃないですかね。僕も全然詳しくないので、もし違かったら申し訳ないんですけれども、ファイブラセルより圧倒的に印象を持ったのはレジェールとフォレストーンでした。はっきり言ってね、すごい吹きやすいです。吹きやすいんですけれども、今から述べるようなですね、注意点を気をつけていただく必要があるかなと思いましたので、書いてみました。まずですね、レジェールフォレストーンなどの人工リードの注意点ということですね。で、3点挙げてます。1点目がですね、硬さ表示は当てにならない、必ず試走して良いものを選ぶって書いてます。で、2番ですね、寿命は1ヶ月程度、剣のリード1箱とコストはそんなに変わらないって書いてますね。で、3番ですね、剣のリードを使いこなせるようになってから使いましょうと、初心者でいきなり使うのは危険ですということですね。それぞれ詳しく述べていきたいと思いますけれども、まず、1番の硬さ表示は当てにならない、必ず試走して良いものを選びましょうということですけれども、これはですね、普通のリードの場合だったら、例えば2、2半、3、3半、4って感じでですね、ちゃんとこう順番にね、厚みって硬くなっていきますよね。ちゃんとね、その数字が大きくなればちゃんと硬くなって抵抗が強くなっていくじゃないですか。だから自分がリードを選ぶときは分かりやすいですね。だから下げたら柔らかくなるし、上げたら硬くなるしっていうことなんですけれども、このですね、人工のリードというのはそれがですね、通用しない場合があるんですね。2半のリードが3番より抵抗が強い場合があったりするんですよ。そこがすごい厄介なとこで、絶対試走しないといけないんですね。それで今回ね、動画撮りにあたって、レジェール のホームページを見たらですね、1回限りなんですけれども、自分が買ったリードが合わないっていう場合に交換できるっていうサービスを、やってることに気づきました。それはすごいいいことだと思います。僕はもう絶対試走しないと買わない方がいいと思ってるんですけど、これね、試走って言ったら普通リードって試走できないですよね。このリードってね、言ったら割り箸みたいなもんですから、繊維に唾液がね、入っちゃうから、一回拭いたらもう人にこう貸したりとかね、あげたりとかできないですよね。マウスピースとかだったら洗えば綺麗になりますよね。この樹脂製のリードは、樹脂の板ですから、洗ったら綺麗になるんですよね。ツルツルなんでね、表面が。だから、試走ができるんですよ。で、試走は、ちょっと今ね、コロナとかあるんで、楽器店に問い合わせていただきたいとは思ってるんですけれども、このご時世なんで、試走できない場合は買わない方がいいです。それも、自分が今使ってるリードのね、硬さと、このレジェールとかでフォレストーンがかなりずれる場合があるんですよね。特にフォレストーンはかなり腰が柔らかいリードなんで、番手をかなり上げないといけない場合があるんですよ。
だからそれっていろいろね、やっぱ特に最初に買うときに吟味しないと、自分が普段使ってるリードより柔らかすぎたり硬すぎたらもうちょっと練習にならないですよね。だからそれはやっぱり時間とかね、コストの面でもかなり損失が大きいと思うので、買う場合はですね、ちゃんとその選べる環境でじっくり時間をかけてね、それもケーンのリードと樹脂のリードを吹き比べてね、でできたら自分だけじゃなくて誰か聞いてもらう人、友達であったりとか、なんか先生であったりとか、そういう人にちゃんと聞いてもらいながらね、選ぶのが一番いいと思います。それでは次ですけれども、次は2番ですね。寿命は1ヶ月程度、ケーンのリード1箱とコスト的にそんなに変わらないって書いてますね。でこれがですね、ちょっと恐ろしい話がありまして、僕がですね過去に引き継いだ生徒さんで、初心者から、始めた方なんですけれども、1年か2年ぐらい経った時に僕はちょっと引き継いだんですよね。その時になんかものすごい吹きにくそうにしてたんですよ。で実際その方も吹きにくいって言ってたんですね。でなんでかなと思って吹き方をですね、いろいろ整えていってたんですけれども、ある時ですね、レジエールを使ってるって言ってね、聞いて僕びっくりしたんですね。で初心者の方がレジエールに手を出すのはすごい危険なんですよ。この後述べますけれども、それでどれぐらい使ってるんですかって聞いたら、もう1年とか言うんですね。これでありえないんですよね。でレジェールもフォレストーンも、仮に毎日拭いたらもう1ヶ月持ったらいい方です。やっぱ樹脂のリードもね、寿命ありますからね。それがなぜかこう人工的なものだから、なんかなぜか破損しない限りね使えるってなんか思っちゃう人が多いんですよね。それ大きな間違いですからね。そういうセールストークをもし受けたらそれもう嘘ですから、もう詐欺ですから。だから結構早く死にますよ。でそのリードがね死んだら、音がペラペラになってもう全然腰がなくなってねっていうことっていうのは、この人工のねリードの場合ってすごく分かりにくいんですね。音が出ちゃうんでね。で見た目も変わらないんで、リード曲がってきたりしますけど、それでもそういうことにも気づけないような段階ってあるじゃないですか、初心者の時とかね。ちゃんとね、ケーンのリードをね、僕の他の動画で出してますけれども、ケーンのリードを下ろしたらどういう風に管理してで調子をねちゃんと保つかっていうことを練習してもらってね、もう楽器の練習以上に大切だと思ってもらってちょっとやっていただきたいんですけれども、それでこのケーンのねリードの特性をねしっかり把握した上で、それの代わりって感じでメインはやっぱりケーンばっかし、その普段練習使いたくないんであればレジェールをサブでね使うとか、そんなんだったらいいと思うんですけど、やっぱりその程度ぐらいで考えている方が僕はいいと思うんですよね。これね本当にね分かりにくいんでね、リードが死ぬタイミングとかが。だからセミプロの方とかプロだったら分かるから、ちゃんと臨機応変にね、今あかんわ、もうこれ全然ダメやわって思ってねパッと変えれますけど、やっぱり楽器歴が浅い方っていうのはそれ分からないんでね、その辺は本当に気をつけてください。リード一つでですね上達スピードまるで変わりますからね。だからここでねこんだけ口を酸っぱくして、言っております。じゃあ次3番ですけれども、ケーンのリードを使いこなせるようになってから、初心者が使うの危険。もうこれもさっきちょっと言っちゃったことなんですけれども、初心者の方っていうのはもう何から何までわからないじゃないですか。例えば僕はサックスをね、30年やってますよ。プロになってもう20年ですから、サックスのことは熟知してると言えると思いますね。ただ僕はですね、このね熟知してるがゆえに盲点があると思ってるんですよね。よくわかってるがゆえによくわからない、よくわからなくなることがあるって思ってこの楽器に接してます。それをコーチング用語でスコトーマって言うんですけどね。で、そのスコトーマを潰していくためにですね、結構いろんな楽器にチャレンジするようにしてるんですよ。サックス吹きだったら結構フルートを持ち帰りで要求されることもあるから、フルートを吹いたりとかですね、あとはちょっとギター弾いてみたりとかですね、大して弾けないんですけれども、あとは最近だとオカリナをね、ちょっと吹いたりとかして、自分が全くやったことのない楽器ね、あとトランペットもちょっとかじった程度ですけど、ちょっとやってみましたけど、そういう風に自分が全くこう練習したことのない楽器をねやることで、初心者の気持ちがねすごく分かるんですよね。例えばオカリナだったら持ち方がもうまるで分からないわけですよ。で高音域とかいったらもうグラグラしてね吹くどころじゃなくなるんですよね。でそれをどうやって安定して持てるかっていうねことを調べたら、じゃあ何通りも実はあって、で自分にどれが合うてるんやろとかね結構迷うことだらけなんですよね。
もうそれはフルートにしてもね、他の楽器にしてもしかりです。だから指導者からしたら当たり前って思ってることが初心者だったら本当にわからないじゃないですか。だからそういったところでですね、結構その習ってる先生が言い忘れてることもあったりするんですよね。なのでちょっとでも疑問に思ったらやっぱりすぐ質問してね、解決するようにした方がいいです。まあ独学の方っていうのは習ってる先生もいないかもしれません。最近だったら YouTube で結構勉強するっていう人も多いと思います。まあそういう方は、まあ僕のね、あの動画のコメント欄に書いていただけたら、その内容を踏まえた、動画に、してですね、まあできるだけお答えしていこうと思ってます。っていう感じでですね、ちょっと3点お送りしてきましたけれども、もうこれ何度も言うことなんですけど、リードは一番ですね、上達に影響を与えるものです。だから、まず最初はですね、絶対に普通のケーンのリード、あの自然のこのリードをね、ちゃんと使いこなせるようになってください。でその、代替物としてね、 あくまでも樹脂製リードはまだメインにはなり得ないと僕は思ってますから、サブとしてね、あの樹脂製リードを上手に活用していただけたらそれはいいことだと思いますので、そういった視点でですね、ぜひ実践してみてください。それでは、この動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。